大西裕次郎が新しくなった住宅公園でマルシェ開催。信州を食べ尽くせ満腹マルシェボリューム2。満腹二郎コラボメニューでキッチンカーが大集合。信州の魅力いっぱいのマルシェです。詳しくは松本住宅公園で検索。卵はある。卵、卵黄だけでも。ちょっとここに。ここにちょっとポケットにお願いします。はい。余計なものが入ってる。これ。そうちゃんとこの間だね。そう。今月いっぱいだ。おそば食べてる。おそばが一番太らないらしいよ、うん、カロリーが低いの。うん、消化が良くない。うん、よくわかんないけどおそば食べて太らんて。美味しいよね、うん、飽きない。うん、よくお店に来る人に聞かれるんだけど、どうしてあんなにたくさん食べてるのに取らないんですかって。うん、でも僕ね、食べてないんですよ、うん、ねえそうそう、うん、食べてない、食べてないんですよ、うん、食べてないよね。毎日食べてないんですよ、うん、なんていうかな、トータルでバランス取ってるよね、うんうん、すごく食べてる時はちょっとその周りを空けてるよ、ね、調整、うん、カロリー制限じゃなくてカロリー調整、調整。一日例えば2500カロリーね、一食で、うん、例えば3000カロリー食べたとしたら、はいはい、じゃあその日は当然食べなきゃ食べないじゃん、うんうん、次の日も、うん、次の日だから1500カロリー、次の日2000カロリーにすればいいでしょって、うん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 、そうすれば2日間トータル で5000カロリーでしょ、ね、うん、ただそれだけの話だ。そうそうそう、うん、みんなね言うのよどうしてそんなに食べてるの取らないですかって。いや食べて、毎日食べてないんですよ動画メインチャンネル、うん、3日に1回とかしか更新してないんですよ。ああそうか、うん、だから3日に1回ぐらいしかがっつり食べてない。なんか 1回で3食食べたとしても、うんうん、何3人分食べたとしても、うんうん、
一緒じゃん、3日。そうそう、簡単に言って1日で3日も食べてね。そう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 、ただそれだけの話、ただそれだけの話、うん、そうそう。いや私もどうしてそんなに食べてるのにさ太らないのかなって考えてたけど、うん、違う、食べてないんだ。食べてないんだ。そう、例えば昨日買って食べた、あ、今日だってこんなもんじゃん、うん、で夜帰ってきてちょっとつまみとちょっと飲むくらいでしょ、うんうん、例えば今日のカロリーなんか多分1000ぐらいですよ、うん、で明日は4000カロリー分食べても、うんうん、トータルで、ね、2日間で、そうそうそう、それだけの話じゃん。本当にね、うん、食べた分なんだよね。そうつい食べちゃうんだよね、うん、一生懸命、うん、ダイエットしてるけど、うん、見てると、うん、やっぱすぐご飯食べてるもん。ご飯食べたいって言ってご飯食べるじゃん。我慢してるんだよ、我慢してるな、うん、途中までさ、俺それがいけないのが飲んでるじゃん、うん、酒を飲むとさ、うん、気が大きくなるんだよね、うん、あ、ご飯食べ、ちょっと食べようとか言って、うん、食べちゃうんだよ、白ご飯食べるでしょ、そう、うん、でなんかアイス食べたいとかで食べてるじゃん。もう食べちゃうけどね、うん、いや、ほんとちょっと言い方悪いけど、うん、たまに水さん、どうしてそんな食べてるのに太らないんですかって言われるんだけど、うん、いや、どうしてそんな太ってるのに食べてるんですかって食べながら聞いてくるからさ、がっつりね、飲んでって言われるの、僕そんな食べてんの太らないねって言うけどさ、どうしてそんな太ってんのにそんな食べて飲んでるんですかね、ちょっと悪い言い方悪いけど、そのことにね、ようよう気がついたの、うん、私も気がついたの、うん、で、下手にお菓子とか食べちゃうんだったら、うん、ご飯の方がマシかなと思って、まあ、ちょっと食べて、あと僕お菓子食べない、食べない、うん、お菓子よく食べてる。あなた。あなたお菓子よく食べてる。子供がさ、食べるからさ、うん、つい、ね、すごい買ってあるじゃん。うん、買ってある。あれがいけないよね。うん、あれがいけないね。うん、でもないとさ、ないって言われるからさ。うん。なので、皆さん、僕が太らない理由は、毎日食べていないから、ただそれだけです。美味しかった。で、このそうちゃんの長芋はもう間もなく終了ということです。そしてこの長芋を買える最後のチャンスが今週土日にあります松本住宅公園で満腹マルシェボリューム2開催いたします。5月14、15ですね、新しくイオンモール松本の向かいにできました松本住宅公園、ここでですね、私の練習場が満腹マルシェ第2弾開催いたします。そこでそういう農園のそういう長芋を買える最後のチャンスでございます。ぜひ皆さんお越しください。私も買おう、長芋、うん、もうあの本当に最後なんで、本当にこれは美味しいから、うん、めちゃめちゃ美味しいだね、うん、めちゃ美味しい、真っ白です。もう最後だから、うん、最後なのね、うん、そんな、そういう時期のものなのね、最後。大西裕次郎が新しくなった住宅公園でマルシェ開催、信州を食べ尽くせ満腹マルシェボリューム2、満腹二郎コラボメニューでキッチンカーが大集合、信州の魅力いっぱいのマルシェです。詳しくは松本住宅公園で検索。